今の時代男女平等だよ。これ分かってないやつ多いよね。はい、こんにちは。都市家庭科学修士のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、男女平等について、ちょっとね話そうと思います。男女平等って言ってもね、これたくさんあると思うんですよ。たくさんある、その種類とかね、ものが、なんですけど、今回ね、婚活に大切なものの男女平等、まあ、婚活に関係するもので男女平等について話していこうと思います。よろしくお願いします。まずね、今ね、この今の社会、女性がねすごく社会に進出してね、女性がね、もちろんその女性が大学卒業してる比率も高くなってきてて、女性が非常に大学に進学する時代になりました。そして社会に出てね、女性もね、男性同様給料をもらえるわけです。なので、そこに男女による差はありません。よほどね、個人の小さいね、従業員1人とか2人しかいない、なんか、個人事業主とかね、小さい会社は別として、普通の会社であれば、これ、女性だからね、給料が安いとか、そういうことは全くないですね。ないというか、同じ総合職で入ったら、同じ仕事をしてね、同じだけの給料をもらいます。それはよほどね、なんだろう、一般職と総合職とかだったら差がありますけど、基本的に同じ職種であれば、給料は一緒です。むしろね、男性もね、今、事務職とか一般職ね、求める時代になって、男性の方が給料少ないこといっぱいあります。男性の事務職も最近多いので、女性の方がね、営業とかね、総合職だったら給料多いのは普通にいっぱいあります。なので、男女平等です。で、その社会進出するにつれて、これね、今期がどんどん遅れてくるんですよ。これなんでかというと、これぶっちゃけね、なんでかというと、結局、社会に出た女性が、どういう男性を求めるかというと、私はこんだけやってきたから、その私は あんな女性よりもっともっといい男性が欲しいと。あんなね、なんか高卒とかね、あんなね、例えば四流の無名大学ね、女子大出た、なんとか女子大とか出たやつがね、あんな背が高くてね、まあ、顔もそこそこあって、るね、いい男性でね、まあ、年収もまあ多くはないけどそこそこある男性捕まえてんのに、私はもっと上がいい、もっともっと上ってね、なっちゃうんですよ。わかります？だから女性がやっぱり社会に進出するにつれて、女性がもっと高い男性を求めすぎるんですよ。これね、社会問題で、まあ、外国行ったらわかると思うんですけど、外国ですごい学歴があって働いてる女性って、ぶっちゃけそこまでいい男を捕まえてないですよ。これ本当にね、言ったらね、外国人が聞いたらマジね、ブチ切れるかもしれないですけど、結構ね、その家柄がなくて、女性一人でいい大学入って、それなりの仕事やってるキャリアウーマンの女性って、どういう男性と結婚してるかというと、もうね、これ紐みたいな男ですね。いわゆる働かない男と結婚したりします。で、年収もね少ないと。ただもう家事とかね、育児全部やってよって感じでやらせてるわけなんですよ。つまり、まあ、女性がね、そのなんだろう、家とかね、家をね、こうなんだろう、を回すために外で働いてるっていうのがあります。で、結構ね、外国それ多いんですよ。女性がね働いて、男性がね家事とかね、育児やってて、で、男性はね、本当に紐みたいなニートな男が多いんですよ。これね、本当に言ったらね、外国人にね、怒られちゃうかもしれないですけど、これ本当の話なんですよ。女性の方がすっごい働いてね、お金稼いでる人いっぱいいます。で、なんで理想が高くないのって思うかもしれないですけど、理由はわかりません。僕もわかんないですけど、とりあえずね、紐男が多いんですよ。外国って意外と。もちろんあれですよ、先進国の話ですよ。発展途上国じゃないですけど、先進国の中でもね、自分一代でね、こういい大学入った女性っていうのはね、結構ひも男をね、と結婚してるというかね、パターンが多いですね。だから日本がね、異常なんですよね。大学行ってね、まあ、それなりの大学出た女性とかがもっともっと上とかなるんですよ。もうなんか二流大学とかでなんかもっと上ってなっちゃって、
やばいですよね。なんかね、マーチクラスの女性って、私よりなんか学歴下は低い、なんか、三流大学の男性とか無理とか言ってるじゃないですか。マーチクラス。いや、マーチってそんな高くないよ、はっきり言ってとか思いながらね。だから、そこにね、なんかすごいこう、私だけっていう、そのプレミア感を求めすぎなんですよ、女性って。だから、マーチとかそんな大したレベルの大学じゃないのに、出てるから、なんか、もっと四流大学の男は無理とかね。別に僕、四流大学じゃないから、大学院、都内の、医学部の大学院出てるから、そんなの聞いててね、この女らバカだなと思いながらね、聞いてるんですけど、だから、マーチクラスのね、こう、大学出てね、バリバリ働いてる女性ってね、結局、その、男性を見るときに、マーチ以下の男性は無理って言うんですよ。自分より学歴低いじゃん、みたいな。まあね、結局そういうことで、じゃあ、どこがいいのってなると、結局最低でも早慶なんですよ。で、早慶が一番数が多いんですよ、卒業生が。で、マーチクラスより上って言ったら本当に、まあ、私立だったら早慶とかになっちゃうで、割っちゃうわけで、まあ、僕たちみたいなその特殊なね、医学部の大学院とかなると、本当に数がもう少ないから、まあ、出会えることはまずないんですけど、まあ、そういう意味ではね、プレミア感すごいあるんですけど、まあ、まず出会えることないと思います。なので、まあ、早慶がね、一つの、目指すところだと思います。で、結局ね、その、男女平等になりすぎたあまりに、男女平等になりすぎたから、その結局ね、女性は高い理想をさらに上に求めすぎになります。で、男性ってじゃあどうなのっていうと、結構ね、男性も同じでしょってね、こうね、言う女性が多いんですよ。未婚のアラサー女性に。だけど違うんですよ。男性はそこまで女性に理想を求めてないんです。僕やってるのはこれ動画でやってるだけであって、そういうキャラじゃないです。僕だって検索条件なんか、29までの女性とか、それしかやってませんもん。検索条件、神奈川県内29歳までの女性。ただそんなわけですよ。収入とか学歴とか、なんかあるじゃないですか。いろいろ他に条件。それ全部入れてないですもん。それで検索して出てきた人の中から、まあ、写真見てとかね、学歴とか見てね、適当じゃないけど、その適切に当たってるっていう意味で適当ね、選んでやってます。なんで、そこまでね、最初から視野をね、広げてね、僕はやってません。まあ、僕ぐらいの大学に出てね、学歴ある人でもそうなんですよ。で、普通の男性はそうです。高い理想 の女性を求めてません。ただ、求めてるのは、僕何回もね、動画で言ってるんですけど、高い理想の女性を求める男性っていうのは、高身長でイケメンで、それなりの大学出てる人。わかります？それ以外は、別にそこまでね、理想高くないです。しかもね、高身長イケメンでね、高収入でそれなりの大学出てる男性ってね、少しいるんですよ。ただね、大体ね、28までに結婚します。27とかでも結婚してますもん、大体。してない人探そうが無理です。男性が言ってるんだから、これ本当の話ですよ。男性が言ってるんだから、高身長でイケメンで、まあ、収入があって、僕の場合、まあ、学歴も高いね。男性っていうのはもうね、探すのが大変。それで、未婚の男性探すの大変ですね。ほぼいません。てか、いないです。ぶっちゃけ言うといない。それはね、高学歴で、高収入で、あと、なんか、で、まあ、イケメンじゃなくてもいいとかね、チビでね、ちょっとデブでね、そういう人でもいいよって言ったらね、まあ、いないことはないけど、そういう、なんだろう、収入あって学歴あって、もうなんか容姿が悪かったら嫌とかいう女性いるじゃないですか。だから、そういう人がいるんで、実際ね、なんだろう、まあ、多分っていうか、高学歴のね、収入ある男性からしても、そういうね、なんか、なんだろう、自分がね、いい理想のとこを求めてるだけの女性っていうのは、まあみんないらないと思いますね。男性側もね、いらないですね。高学歴で高収入の男性もね、なんだろう、わがままな女性っていうのはいらないと思うんで、だから結局もうみんなマッチングしないんですよ。みんな、ここよりここよりここより上上上、これがいいってね、女性が言うんで、で、そのほんの一部のね、男性に群がるというわけになります。まあ今日はね、男女平等について、本当にね、ほんの一部のところだけだったんですが、またね、動画しようと思います。今日はありがとうございました。